ご視聴ありがとうございます。この動画は、宇宙開発シミュレーションゲーム、カーバル、スペース、プログラム、を通して、宇宙開発を楽しむ動画です。宇宙開発には、自然の法則を知ることが、とても大切なんだ。1950年代、60年代に、宇宙開発は大きく発展し、人類が月にたどり着くこともできるようになったんだけど、これを成し遂げられたのは、私たち人類が、何百年もかけて自然の法則を、発見してきたからなんだ。自然の法則？自然の法則とは、私たちの身の回りにある、特に自然界にある現象から、一定の法則を見つけることなんだ。例えば、こんな疑問。なぜ物は落ちるのか？月はなぜ落ちてこないの？太陽、火星は地球を中心に回っているのか？それとも、太陽を中心に回っているのか？などなど、数百年前までは、わからなかったことばかりなんだ。私たちが、本などで当たり前に知っていることも、先人の人たちが何百年もかけて積み上げた成果なんだ。宇宙開発では、この自然の法則を知らなければ、ロケットを宇宙に飛ばすことも、人類が月に、たどり着くこともできないんだ。自然の法則の中でも、数学と物理は絶対に欠かせない知識なんだ。ゲーム、KSP でも、宇宙開発に必要な自然の法則を学んでおくととっても役に立つよ。次回は、宇宙開発に必要な自然の法則を発見した、ケプラー、ニュートンについてご案内します。